平野紫仕様は干されない。いよいよジャニーズ退場も、テレビ出演は安泰のわけ。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。人気絶頂でメンバー3人が脱退し、ついに分裂することになるジャニーズのアイドルグループキングプリンス、以下、キンプリ。 5月22日の脱退日に、平野潮と神宮寺裕太は、ジャニーズ事務所も退所。残る岸優太は、元から決まっていた映画の仕事が一段落すると言われる今年秋頃をめどに、事務所を退所すると言われる。今後、金プリを抜ける3人が、ジャニーズ事務所の圧力で干されるのではないかと心配するファンも多い。 有料 FC で見られる動画は5月22日をもって即削除すると告知されている。5人で歩んできた足跡が次々と消され、ファンは激怒を超えて、金を返せ、と SNS などで悲痛な叫びを上げています。事務所がこういった無慈悲な仕打ちをしているので、金プリを脱退する3人の行く末を心配するファンは多い。 特に、脱退日に退場もする平野と神宮寺は、もう二度とメディアで姿を見ることができなくなるのではないかと不安になっているファンも多くいるようです。スポーツ上記者、手越祐也をはじめ、錦戸亮や渋谷すばるなど、ここ数年でも一部のやめじゃには、テレビや雑誌から締め出しを受けている。ジャニーズ事務所を辞めるアイドルには、苦難の道が待っていることは伺える。 でも、今回の金プリ分裂騒動においては、辞めていくメンバーがメディアから干される可能性は低いかもしれない。という、ジャニーズ事務所は目下創業者のジャニー北川氏による性加害騒動で追い込まれている。このタイミングで事務所を去る平野や神宮寺が不自然なほどにメディアに出なくなったら、ジャニーズが圧力をかけたと週刊誌やファンが騒ぐのは、火を見るより明らか。 そこでジャニーズは、テレビ局にジャニーズタレントとの共演は NG という条件だけ提示するようです。ただ、退場後でもどういった形で平野や神宮寺を起用するかは、念のためジャニーズ事務所に確認を取ってほしいと要請するようです。テレビ局関係者。一方で、 これまでも、山下智久や中井正宏などジャニーズ事務所を退場、独立しながらも、メディアに出続けているタレントは少ないながらも存在している。中井の場合は彼の個人事務所の会計やマネージャーにジャニーズのスタッフが数名派遣されているという話。山下の場合も、国内での活動の際は、ジャニーズ事務所から圧旋された仕事も受けているようです。 平野や神宮寺も独立後は、山下と同じように、ジャニーズと一部ではいい関係を維持しながら活動を続けていくつもりのようです。個人事務所を立ち上げるにしても、芸能事務所に所属するにしても、フルストは共闘の形を取るということでは、民放関係者、ファンからすれば、平野たちがテレビや雑誌を干されないとなれば一安心だろう。 しかも、平野に関しては、金プリ時代より仕事が増える可能性も囁かれている。民間の会社が提供する、タレントパワーランキングというデータで気になる結果が発表されました。F1 層20ケラ34歳女性の支持が特に高い男性タレントベスト10という最新データが4月末に発表され、平野がダントツで地位に輝いたんです。このランキングは、 広告代理店やテレビ局のスタッフも参考にしているもの。テレビ局はコア視聴率と呼ばれる13歳から49歳の視聴者獲得に熱心ですが、最も欲しいのが購買意欲もある F1 層です。その層に人気がある平野は各局がぜひとも使いたいタレントなんです。同情。 とはいえ、辞めたばかりの平野に大活躍されたら、ジャニーズ事務所としては在籍しているタレントに示しがつかないし、保険に関わる。そこで平野については異例の措置が取られそうだと言われている。各局には良識ある範囲で平野を起用してほしいと打診しているようです。苦笑。あからさまに干すわけではないですが、テレビ局に裏で指示をしながら、 平野の活躍をコントロールするつもりのようですね。平野はそういった裏事情を知っているので、当面は芸能事務所に所属せず、個人事務所でゆったりと仕事をしていくつもりのようです。同情。これまでなら、土直球で平野と神宮寺をメディアから干していたであろうジャニーズ事務所。しかし、全世界的に問題視されている性加害騒動という爆弾を抱え、 そのパワーも衰えているだけに、無茶はできないようだ。なんとも絶妙なタイミングで事務所を退場することになった平野と神宮寺。金プリを辞めてからも、大活躍してくれることに期待したい。